最悪の事故、はい、そうですね、はい、結局まあ事故物件をその隠蔽するような大家というのは他の点でも悪さをすると考えてもいいんじゃないか、まあ、若干飛躍はありますけれども、ですからそういう意味で言うと事故物件を気にしないという人であってもそういったオーナーが持っている物件に住むべきではないかなというふうに私は思います、はい、例えば、うん、その、ま、この講義をお聞きになっている方はそんな幽霊が出るキャーみたいなものに価値があるないように思いますので少し固い話をすると、その横浜のマンションのオーナーが何年前でしたかね、9年8年前ぐらいに、大島テルを訴えるということがあったんですけれども、はい、これはもう死体遺棄事件がその大家の所有するマンションで実際あったにもかかわらず、うん、その迷惑だから消してくれということではなくてそんなことはなかったんだという形でしらばっくれて裁判を起こしてきたわけですね、はい、ないことにしようとしたと、はいはい、でそれは少し大家側の立場に立てばですね、その死体遺棄事件というのは確かに警察も来て大騒ぎになったんですけれども報道がなかったんですね。報道は必ずしも全ての事件がされるわけではないですし、その日に大きなニュース、例えば北朝鮮がミサイル発射したとかそんなことがあれば横浜のマンションでの死体遺棄事件なんてのは隠れちゃう、カットされるわけですから、お蔵入りになるわけですから、報道されないっていうことは実際多々あるわけですけれども、でもその時も報道されなかったと、報道されなかったんだけれども大島テルには載っている、はい、まあ、そういうものもいっぱいあるんですけれども、でそれを大島テルから隠蔽削除さえさせれば世の中から隠蔽できるというふうにオーナーは考えたわけで、それはまあ正しいわけですけど、やっぱりそういったその事故物件であるということを正直に言わないようなオーナーっていうのは他のことでも悪さをしかねないので、まあそういうオーナーが持っている物件自体避けた方がいいというふうに私は思ってます。なるほど、はい、結局その事故物件って安いんでしょうと、じゃあ俺は気にしないよと、幽霊なんか信じてないしという人はいるんですけど、はい、そもそも安くなってないんですよ。で事件もないって言われてるわけですから値下げする理由もないわけですから、そうですね、はい、何にも得しないっていうことです、うんうん、もう全てを抹消してるとか隠蔽していて、はいはいはい、誰にもバレないようにとか根回ししてる、はいはいはい、ですからその後になって、はい、いや自分は事故物件なんか絶対無理、住んだことないし住みたくもないって思ってるかもしれないんですけど、はい、気づかずに住んでるということがあるということなんですよ。でもそれはどうしたら見分けられるんですか。はい、見分け方というのはこのかなり、はい、時間を割いてご説明しなければいけないんですけれども、うん、はい、まあ、そもそも論の話として今のご説明からお分かりいただけると思うんですけれども、賃貸物件であれば家賃、売買物件であればその販売価格が異様に安いというのは、うん、これはまあ、言わずもがなと言いますか分かるわけですよね。そうですね、いやあんな安いんだからって気づいてくれよっていうことですし、で値下げをしているというのはまあ良心の表れですから、はい、特に問題にもならないと思うんですよ。ですからまあそういう家賃が異様に安いっていうのはまあ大前提として脇に置いといて、はい、もうちょっと具体的な話ということで、まあ、3つほどあるんですが時間を許す限りご説明したいと思うんですけど、お願いします、はい、見抜く方法ですね、はい、一つは一部分だけリフォームされている、不自然リフォームされているというのがあります。これは一部分というのは2つ意味がありまして、一つはその集合住宅アパートマンションの中で101とか102とかではなく103号室だけがという意味の一部分だけリフォームされていると、はい、もう一つはその103号室の中で、うん、例えば台所、トイレ、キッチンは何もリフォームされてないのにあるベッドルームだけが
のそのクローゼットだけが取り替えられてる、そういう意味での一部分だけ、かなり怪しいですね、2段階の一部分だけということがあります。前者は例えば火事、鉄筋コンクリートのマンションで火事があった場合なんかはその合室だけが、はい、ただその合室は全部きれいになってると、はい、自殺とかの場合はその一つの合室の中の一つの、部分が、ね、取り替えられているということが、まあ、見分け方ということではあるんですが、でもこれはですね、大家さんがお金をかけて痕跡をなくそうとしているということなんですから、はい、見分け方でありますし、逆に言うとごまかし方のようではあるんですが、うん、その騙そうっていうことではないわけですね。少し誠意は言えますよね、はい、お金をかけてるわけです、はいはい、うん、やっぱり、気をつけたいのは何にもお金もかけずに掃除だけしてと言いますか、掃除さえせずに、はい、で何もなかったよとしらばっくれて家賃も下げないという、うん、そういう親ですから そっちの方が非難されるべきだと私は考えています。なるほど。その室内の掃除とかっていうのは、はいはい、例えば事故物件があった時は、はいはいはい、なんか清掃業者とか入るんですか？はいはい、もちろん法律上頼まなければいけないということになってるわけではないので、はい、あくまでも大家のビジネス上の判断、そして不動産屋でもなく管理会社でもなくオーナーのビジネス上の判断でありますから、はい、特殊清掃というんで言うんですけども、その特殊清掃業者を使うか使わないかは、うん、その大家次第ということで、私の知る限りでもそういう業者は高い、だからもう一切やらないというような事例もありますので、この、はい、自然なリフォーム、一部分だけのリフォームがあったから、はい、というのはお金をかけてるだけ全然マシかなというふうに思います。で、はい、次に移りますと、うんうん、これは名前、マンションやアパートで言えば名前を変えているというパターンですね。やっぱり新聞で名前がもう報道されてしまった、はい、悪いイメージがついてしまった、それを払拭したいということでこう名前を変えるという、これが2つ目ですが、まあ、2の1、2の2みたいな形で言うと、同様にこの外観を塗り替える、例えば赤いアパートを緑色のアパートにすると、うん、隣の人はそんなことしても分かるわけですけども、覚えてるわけですけど、はい、ちょっと離れた人であれば、うん、駅から歩いてくる途中の赤いアパートで何か事件があったなと、そのぐらいしか覚えてないですから、もう緑色になっちゃうと分からなくなる。で、まあ、2の3のようなものとして、その部屋の数え方を変えるってことですね、うん、201を2の A にするとか、202を2の B にすると、はい、あるいはその道路側から201、202、203と数えていったのを今度逆に奥から201、202、203に数え方を逆にするとか、そういったものです。で、この2番目のやり方に共通するのは、住んでる人はそして次に住む人は何も得しないっていうことです、うん、特に外壁を塗り替えるなんてのは相当お金がかかるんですけど、別に外側塗り替えてもらっても中の何も変わらないわけですから、はい、そんなお金をかけるつもりがあるにもかかわらず、まあ、特に次に住む人あるいは今住み続けてる人は何も嬉しくないと、うん、まあ、弁護士にお金払って大島テレから削除させようなんていうのはもっとお金だけかけて何にも得しないことになるわけですけど、はい、で本当はシルエットを変えるという選択肢もあり得るんですけど、これはちょっとシルエットとはどういうことですか？四角いマンションをこう三角形にするみたいな、はい、ただそれはお金にかかりすぎると言いますけどもう無理ですから、それだったらもうちょっと内装を全部変えて、はい、ちゃんとやってほしいですが、オーナーは本当はそうしたいんだろうなって思います、はい、まあ、でそれが2番目です、うん、で3番目に、これはちょっとかなり面倒くさい説明になってしまうんで、はい、まだ大丈夫ですよ、はい、行きましょう、はい、はい、都市伝説のようなものなんですが、都市伝説、はい、例えば賃貸物件で自殺のようなその事件事故があった次に住む人にさえ、その自殺があったということを告げれば、さらにその次に住む人には黙っててもいいというふうに、うん、はい、
思っている業者がいるわけです。かなり多いわけです、うん、はい、はい、で、そのことがあたかも法律上決まっているというふうに誤解している人が多いんですけれども、そんなことはありません。そんなことはないんですが、そう思い込んでる大家とか業者が多いのは事実なので、はい、1人目事件事故の直後の1人目の入居者だから本当のことは言っとこう、うん、でもこの人は2人目だから言わなくてもいいだろう、まあ、そういうふうに判断されて結果的に1人目だけが教えてもらってて、はい、もしあなたが2人目だったら教えてもらってないということは現実にはあるわけです、はい、それでいいわけじゃないんですけど、うんうん、現実にはそういうことがあるわけです。でそうするとですよ、それは前提なんですけど、それを受けて何を考えるかというと、その一人目の人には正直に言わなきゃまずい、そういうふうに業者が思うわけですから言うわけですよね。でそうすると大抵の人は事故物件は嫌だって言いますから。そうですね、はい、で中には物珍しい物好きな人は事故物件でも構わないと言うんですが、はい、じゃあ値下げしてくれよというわけですね、うん、家賃半額だったら住んでもいいよというわけですよ、うん、はい、まあ、例えばですけど、うん、でじゃあ分かりました、空室よりは半額の方がマシなんで半額で住み続けてくださいと言うんですが、それ永久に半額で住み続けられたらそれは困るわけですよ ね、 そうですね、もっと家賃欲しいわけですから、はい、ですからどうするかというと、家賃を安いままで住める人は契約を更新させない、できないような種類の定期借家契約というんですけどにするわけです、はい、で出て行ってもらうわけです、うん、で次の人はもう戻して、はい、元通りの家賃にして、そして、当然更新もできるような普通の借家契約を結ぶと。でこれから何がその見分け方として分かるかというと、まあ、なかなか難しいんですけれども、はい、前の人がどうして出てったのかという話になるわけですよね。あ、まあ、それは個人情報の壁とかでなかなか難しいんですけども、例えば前に住んでた人が幽霊を見て1日で出てったなんて そんなのはもう気持ち悪すぎますけど、はい、気に入って住んでたけれどもなぜか更新ができなくて、出ていっちゃうかざるを得なくなったと、はい、で別にそのオーナーがその建物を取り壊すつもりもないし、例えば海外駐在から日本に戻ってくるっていうようなこともないし、普通に募集もしてると だったら前の人引き続き住ませてもいいじゃないか、うん、はい、でも出てなぜか出ていっているって、はい、そういうのが怪しいっていうことになるわけです。なるほど、じゃあ前の住んでいた人の出ていた理由をしっかり知っておくのも、はい、一つなんですね。ただこれはなかなか難しいので、はい、見分け方というよりはむしろ事故物件になっちゃった場合に大家がどうすればいいかというその対処法、まあ、その2つは裏表同じことなんですけども、はい、というふうに考えてもらえればと思います。で今そもそも論と、はい、具体的な話3つ合わせて4つお話したんですが、でそれぞれ2の1、2の2、2の3みたいな話をしたわけですけども、はい、最後に5番目、番外編のようなものとして、やっぱりですね、家賃を下げれば誰かしら住む、事故物件気にしない人住むって言ってもですね、はい、やっぱり家賃、前の家賃じゃ住めなかったような人がこう集まる、引き寄せられるっていうのはあんまりいいことはないわけですね。結局のところ、はい、金銭的であれ非金銭的であれ何らかのこう保証審査の基準を緩めるということですから、うん、その、はい、例えば家賃を下げなくても敷金を免除するとかも金銭的な緩め方ですし、非金銭的な緩め方としては例えば保証人を不要にするなんていうのもあるわけで、必ずしもその家賃を下げるばかりが選択肢じゃないんですが、何であれ金銭的であれ非金銭的であれ結局審査を緩めてるわけですから、それをその例えばの話、家賃を500円なんかにすると変な人が、集まるのは当たり前なわけです、はいはい、でそしたらもう一回事件事故を起こされるかもしれないですし、で住む人にもよると、はいはい、とにかくトラブルを起こしてしまうわけです。まあ語弊があるのでなかなか難しいんですけども、入居者の質という言い方で片付けられることなんですけども、はい、であるので
じゃあどうすればいいかとオーナーが頭を悩ませた結果、うん、じゃあもうその部屋は封鎖して貸すのをやめようという選択肢が取られることがあります、はい、じゃあ一室だけ貸し出しされてない部屋があるとか、はい、なのに、まあ、なんていうんですか、入居者、つまり空いてる部屋があるわけですから、うん、入居者募集中と上りが立っててもいいはずなのに、はい、そうですね、満室とされてる、ネットで検索しても出てこない、不動産屋さんに行ってもあのマンションは満室でっていうことを言われると怪しいんですが、はい、それもなんで番外編と言ったかというと、それは住んだ後にしか分からないわけですし、自分の部屋じゃないんですよと。例えばエレベーターで自分のフロアについて自分の部屋までこう廊下を歩いていく過程で、はい、なんかこの部屋誰も住んでない感じがするな、でもこのマンション空き部屋なかったはずだぞと思うわけですよ、うん、まあ、そういう場合は怪しいってことなんですが、何しろ自分の部屋ではないので、はい、番外編ということになります。ただやっぱりあの、例えばこう寝てて上の部屋、この部屋で首吊り自殺した人がいるんだよななんて思ったら、やっぱり嫌がる人は結構いるわけですから。そうですね、はい、で多いと思います。でも隣の部屋とか上の部屋なんだから関係ないでしょというのが、あの不動産屋さん、大家さんの立場であるだけでなく、はい、裁判沙汰になっても、うん、あなたの部屋じゃないでしょということで一蹴されることになってます。なるほど、はい、確かに自分の部屋じゃないっていうところもポイントだったりするんです、ね、はいはい、まあ、なので番外編ということです。もしじゃあ自分が住んでいるマンションだったり、まあ、アパートの隣とか上とかで事故が起きてしまったと、はいはい、なった時にどうしたらいいんですかね。まあ、そんなのあれですかね、一人それぞれだと思います。そこが一番難しいところ で、ね、そうですよね、結局あの、はい、上隣下斜めっていうのはあの関係ないっていうのが今のところの司法の統一的なあの見解で判断で、あのいろいろな事故物件絡みの裁判だったケースっていうのは全て、はい、ほぼ全て曖昧でケースバイケースで、私もこう歯切れの悪い説明しかできないんですけども、唯一、はい、ビシッと言えるのが、当該の部屋、その部屋でなければ関係ないよと裁判所に言われちゃうっていう、そこだけなんですよ、はいはい、裁判的にはそうなるんですね、はい、はい、なるほど。他は本当にあのケースバイケースで、何年まで言わなきゃいけないんですかとか、うん、どこからが事故物件なんですかというのは本当にケースバイケースで、50年前の事件について言わなきゃいけないと、いうような裁判例もありましたし、はい、逆にもっと年数が少ないものでも、もうだいぶ経ったから言わなくていいよという判断がされたこともあるので、うん、はい、かなりこうケースバイケースなんですけど、部屋に関、隣の部屋とかに関しては関係ないっていうのはもうこれはもうあの統一された判断ですね。なるほど、はい、ちょっとコメントも見たいんですけれども、はい、八木さん、オーナーさんは大損害ですねと、はい、損害賠償の請求相手もいないしっていう、はい、これはそんなことはなくて、うん、はい、例えば殺人事件とか自殺っていうのはこれはわざとですから、あ、はい、連帯保証人、それから相続人、まあ具体的には親とか家族っていうこと、遺族ってことになるんですけども、別に遺族だから払わなければいけないってことじゃなくて、はい、連帯保証人だから、あるいは相続放棄してない相続人だからっていう、うん、そういう立場っていうことですね。でもあの殺人事件だったら犯人は生きてるわけですから、うんうんうん、あの犯人があの責任を取るべきですし、はいはい、あの火事であってもよくよく調べたら放火だったとか、はい、あのものすごく落ち度があったとか、そういった場合は請求できる場合もありますし、はい、あの完全に泣き寝入りしろと私が言いたいわけじゃないですね、うんうん、なるほど。例えばなんですけれども、はい、まあ、火事とかだったら、まあ、その建物すべてを、はい、まあ、建て替えたりとかもあるじゃないですか、はいはい、それで次に、募集をかけるとき新築のマンションとかアパートっていう形になると思うんですけど、はい、そうなってくると、大島テルサイト的には、はい、その物件はもう新築なので事故ではないっていう感じになるんですか、はいはい、なかなか難しいところで見解は分かれるんですけども、はい、私の立場としては建て替えても事故物件は事故物件、土地に着目して事故物件のままと、うん、いうことです。でなぜかというと、はい、結局のところ
ひどい、今火事のお話されましたけど、ひどい火事であればあるほど、大勢亡くなった火事であればあるほど建て替えることになるわけで、ちょっとしたぼやで誰も亡くならなかった、幸い怪我人もいなかったということであれば、じゃあ建て替えもやめとこうということになるんで、あの建て替えたというのは私からすれば、あのひどい火事であったことの証というふうに捉えてます。逆に考えるとってことですもんね、はいはい、なるほど。そうですね、ちょうど裕太さんもその、まあ、事故物件の境界線ってどこからなんでしょうと、まあ、これをはっきり言えないっていうところもありますかね、はいはい、私自身はあの、はい、まあ、あのもちろん正しい情報であればというのが前提、その上でですけど、気にしいな人に合わせて情報を公開していきたいと思ってます、はい、私が、うんうん、あの例えば孤独死で1週間以内に発見されたんだから事故物件じゃないとか、はい、そういうふうにこう厳しく基準を定めて、はい、そうすると結局気にする人にはあまり役に立たないサイトになってしまうので、私としてはその一番気にしいな人に合わせて情報を公開して、その上でそんなの気にしないよっていう人は、まあ見なかったことにしてほしいっていうことです、はい、なるほど、はい、結構その一般の人が、はい、どう思うかというところに重きを置き、そうですね、置いているということですね、はいはい、ですからあの例えばですよ、あの殺人事件の現場だけをどうしても避けたい、はい、うん、自殺とか別にあの気にしないよっていう人がいると思うんですけど、はい、そういう人から私に対して、いや殺人事件だけをあの表示してほしいと、自殺とかノイズなんだというふうに言われることはあるんですけど、はい、だったらまあ有料プレミアムで会員そんなのはないんですけど、はい、あの特別に自殺だけを相当、あ殺人だけを相当したデータを渡しますので、あの、まあ、大金を払ってくださいっていう話です。結局その自殺とか家事とか孤独死は気にならないんだっていう人は、まあ、見なければいいっていうことですから、はい、でも人ですからね、なんかこうやっぱり精神的にとか、まあ、その場に行って嫌な気持ちになったりと、気持ちが悪いっていうなんか異変を感じた時に、まあ、この事故物件だったなっていうのを気づくこともありますよね。まあどうなんでしょうかね、あの気持ち、私の知っているケースでも全然気づかなく間にあの殺人事件現場にずっと住んでたんで、はい、引っ越した後に気づいあの知ったっていうこともあるので、はい、何もわからないままあの過ごすということは十分あると思うんですが、うん、はい、だからといって それはその人の話ですから、うん、その本当のことを知ったからには、うん、ちゃんと次に借りる人買う人に正直に、はい、言うべきだということです。騙していいことにはならないということです、はい、うん、それはあの大家がいくらある意味被害者であっても騙していいことにはならないというのと同じです、うん、はい、あの結局その幽霊なんか出ないですよ、だからあのそんな非科学的なんだから気にするなんてことを言っていいことにはならないわけですから、はい、ちなみになんですけれども、はい、テル先生はその、はい、まあ事故の現場に足を運ぶことも多数あるじゃないですか、はいはい、なんかこう感じることってあるんですか、はい、嫌な気持ちとかあるんですか。いや、まあ、あるかないかで言えば、はい、あったことはあるんですけども、ただまあ、そういったことよりはもう少し合理的な理由がある場合が多いかなというふうに思います、はい、合理的な理由、はい、まあ、例えばそのすごく面してる道路が、はい、の道幅が狭くて、救急車とか消防車が入れなくて、それでぼやで済むはずの火事が大火事になってしまって人が亡くなってしまったというようなことだと、まあそのもうちょっとこう例えばその家が消防署の隣にあったりしたら助かっただろうなと思いますし、あとはその部外者の飛び降りが頻発するマンションの管理組合から苦情を言われたことがありまして、うちのマンションがその飛び降りのメッカになってしまう、名所になってしまう、メッカという方がちょっと、はい、はい、あのオートロックがないっていうことがバレるのが嫌だっていうような言われ方をしたことがあるんですけど、はい、まあそれは裏を返せば、うん、その周囲
と比べてそのマンションだけが外部の人間が出入りできてしまう、そして高さも十分あるということであるわけですから、まあ簡単なつまらない話ですけど、ど田舎は飛び降り自殺する人はほとんどいないんですけど、それはそういうビルがないからなわけで、はい、大体まあそういうふうによくよく調べていくと理由がサマーになんていうことが多いです。なるほど、まあ、先生的にはこういうテル物件工事サイトを通してそういう物件自体に何か問題があったりとか、直せる部分は直していってほしいなっていうアピールもあるっていう感じですか。私はまあ、いろいろ言いたいことはあるんですけど、その中でより強調したいのは、自殺をするといかに多くの人が迷惑するかということを、ご理解いただければ、その何かこう心を病んでしまった時のブレーキになるんじゃないのかなというふうに私は期待しています。美化する、自殺を美化する風潮がたまにあるんですけども、自死なんていうふうに言い換えたりとかするんですけど、はい、まあ大家さん、オーナーさん、周囲ものすごく迷惑かかります。人身事故で鉄道が遅延するから家でやれよなんていう人がいるんですけど、家でやるとそれはそれでものすごく迷惑なんだ、だからやめろということで、結局そういう迷惑をかけじゃ申し訳ないという気持ちがブレーキにとして作用すればいいなというふうに思ってます。はい、そういうしっかりとしたメッセージ性もあるということなんですね。はいはい、ありがとうございます。ではですね、ここまでいろいろお話を伺ってまいりましたが、はい、ご質問もたくさんいただいていましたのでですね、はいはい、ここからいよいよ質疑応答の時間に移ってまいりましょう。はいはい、まだまだ聞きたいことがございましたら、ぜひこの機会にですね、はい、質問ボタンで先生に質問してみてください。はい、ではいただいているご質問をどんどん見ていきたいと思います。はいはい、たくさん来ているのでちょっと抜粋させていただきますが、ですね、今映ってるのでわからないんですけど、はい、もちろん矢吹さん、はい、この通り、ご質問の通りであれば事故物件になります。結局のところ、あまりに長い時間経つと、はい、孤独死っていうのはそもそも一人で死んだっていう意味しかないですから、はい、病気とは限らないわけですね。であまりに長い時間発見されないと、もともとその人が病死なのか自殺なのか自体が分からなくなるケースもあるわけです。はい、ですから、その本当に孤独死イコール病気なのかっていうところを考え直していただきたいっていうのがまず一つです。それからメディアでセンセーショナルに報道されるのは殺人であるわけですから、殺人が嫌だ、孤独死病気なんでしょう、言っても病気なんだから気にしないっていう人が多いんですけど、はい、実際に部屋の物理的な損傷具合でいうと孤独死の方がひどいですね。結局例えばそのホテルで、ラブホテルで殺人事件がありましたなんていうと、ものすごく大騒ぎになるんですけど、はい、チェックアウトの時刻に客が2人で入ったのに1人しか出てこないなんてなったら、もう速攻でその掃除の方が部屋に来ますから、その部屋の中で腐ってたとか虫が湧いてるとかなんてことにはなりようがないわけですね。特にその刺し殺したとかならともかく、首絞めただったら血さえ出てない場合もあるわけですから、でそれに対してその孤独死っていうのはもう本当にひどいもので、匂いもひどい、虫も湧いてると、でシミもあるということですから、それを直す、取っ換えるお金、掃除だけじゃなくてリフォームのお金もすごく大家の負担になるわけですけど、まあ、次に住む人の気持ちの面でも、はい、かなり嫌がられ度合いが強いんじゃないかと思います。はい、でさらにですね、最近話題になっているのがセルフネグレクトという問題で、自分で自分をこう捨てちゃうってことなんですけど、ほったらかしにするっていうことなんですけど、その中年の男性なんかが、中高年の男性なんかがもう叫びたりになってですね、もう体の調子も悪いけれども病院に行かない、もう俺なんかどうなってもいいということで、絶望しきって、はい、最後は一人死んでしまうと。でこれは、まあ、病死なわけですね、結局は。ですけど
医学的にそうであっても、まあ、社会的に見ればもうそれはスローモーションの自殺と言ってもいい状況であるわけですよ、うん、ですからその自殺と病死自体が私はそんなに区別できない場合も多いというふうに考えてます、うん、なるほど。今の時代だからこそみたいな部分があるんですね。はいはい、ですからそのケースは本当に今増えていて、はい、セルフネグレクトっていうのはものすごくキーワードだと思うんですけども、これはまあ、言っても病死でしょうと、はい、そういう捉えられ方をするんですけども結局は広い意味での自殺と言って差し支えないかなというふうに考えています、うんうん、なるほど、ありがとうございます。矢吹さんのご質問でした、はい、もう少しだけ見ていきます、はい、ですね、亀井さんなんですけれども、はい、先生的には認知度がテルサイトですね、はい、上がってきたきっかけって何かあったと思いますか。まあ一番初め、まあ、4年経ってというのはヤフーのトップニュースに取り上げていただいたんですが、それはスクーはいつでもあなたの学びのそばにいます。豊富な授業を先生や受講生たちと一緒に学んでいきながら、あなたらしい生き方を作っていきましょう。生放送への参加は無料、録画授業も月額980円で見放題。世の中から卒業をなくす、スクー。